タクト、スタジオタクト、アイマスタピース、ハンサムさん、テレビ企画、プッシュとエースの、今日やるお店、月屋、松屋、吉野家、あー来ちゃった、牛丼、俺らのお箱、ね、で、こちらなんですけど、今回俺ちょっと新しい感じでやろうかな。今回チーム戦でやりたいと思う。お俺とエビと翔ちゃんとハヤネ、今回コメントで結構多かったやっぱルーレットが欲しいと、まあじゃあ追加しようか、入れちゃおう。ルーレットは今回の波2、波3、波4っていうこのルーレットでやってると思います、はい、で、こちらなんですけど、まあこれ自分の首を絞めるだけなんですけど、まあ一応牛丼をずっと食べてると飽きるし、だからまあ、キムチ牛丼とかなんとか牛丼、ネギ牛丼とかはトッピングは自分でどうぞ。で横にもスキヤがあるんで、早速ルーレットの方を回して、で残りの2店舗は、近くに淡々とあるんで、簡単やないかいでね。じゃルーレットの方先回しましょうか。よし、じゃあ回します。スタート。ドゥルルルルスキヤ重要だから。なダミオン、ダミオン、おーバイー。まあ最初だから、じゃあ僕らの番ですね。これは2位取っときたいね。ね、2位取っときたい。4だ、3だらかった。まあ、波3。まあ、波3。それでは場所に移動していきたいと思います。そうだ、行きます。はい、というわけで、ここで場所を移動しまして、ここで食べ終わったチームから、お店の方に。次は松屋です。で、次、最後が吉野家という順番になります。まあ、僕らチームは、普通の牛丼2個と、おろしポン酢牛丼。ノーマル牛丼3つ。チーズ牛丼一つ。さあ。正直時間もあるけど、結局キャパ勝負になると思う。結局キャパなんだ。せーの、いただきます。バイ。え、どうしました。久々のスキヤで。うん。週間牛丼。今回量あんだよね、前回と違って。ここで。まあこれ三店舗えぐいね。3店舗目を決めるか。はい、1個目終了。はい、1個目終了。まあね、そっか、こっちあれか。そうだよ、俺ら3杯だ。うわ、1個でちょうどいいんだよ。次、俺らで4来た時点で2時間はかって、はい、終わり。エビは、はい、いえ、はい、じゃあ俺らどうします。はい、じゃあね、僕ら、食べ終わったところでちょっとね、ルーレットを回したいと思います。いきます。次は松屋です。2が来い、残ってる2来たら詰め、2、おお来たー、2です。マニー、マニー、ちょちゃん負けちゃう。ちょちゃん負けちゃう。あ、やっぱ1対2だったんだ。そうそう、頑張れ。いや、見つかんない。いきます。よーい、だあっ、おー、びっくりした。よっしゃ、2、行くぞ。さあ、移動しよう。あんま思い切り走る。お腹がで、あいつら多分、うん、まあ、俺らがゆっくり行ったところでついても積むから。そうね、これの勝負は吉野家だと思います。ありがとうございます。いただきます。残りラスト吉野家なんですけど、あれ、トライアスロンになってなくね。なってないですね。いやもうこれ企画が変わった。じゃあ俺らがルールと回すね。頼む、神様、2号出てください。神様、うわー、どうしてだー。3枚です。神さんが出た後だから。そうなんだ。いや、でも正直もうね、無理だもん。やってきましたよ。やってきましたよ、吉野家。まあ、届けていきますか。いただきます。いただきます。
まあ、食えないですけどね。あ、うん、もう深い。あのトライアスロンとは思えないきつさです。おい、編集は流行って見てるか。全然使えねえだろ。こういうことなんだ。大したもんじゃ。大したもんだね。しょうがねえな。俺らはあと一杯を残して満杯じゃねえ。風を切る